こんばんは。今日はひきたこに来てます。ここはブルハトっていうところですかね。一番先端のところです。現在6時半頃、ちょっと日がもうそろそろ暮れて、潮はもうじき干潮かな。で、朝に向かって、朝が満潮です。狙いはメバル。頭。ここは初めての場所です。一応引いてますね。まだ引くかな。まだ引くと思います。仕掛けは、メバリング。1.5g。今日の朝、釣れたやつですね。いろいろ釣れたやつ。ワームは名前は分かりません。なんかオレンジ色のワームです。さあ行きます。釣れるでしょうか。楽しすぎる。3番だ。うわー、メバル、ちびメバル。何センチ？20センチぐらいしかないかな。12、3あるかな。なんかピンクの毛むらっぽいやつに来ました。これすごい反応がある。これものすごい、むっちゃいいですね、これ。むっちゃくちゃ反応がある。リリースします。来たのはこれです。なんか、青に光るピンクの、ありがとうございました。
5ヤードのこれ。あ、来た。でかい、でかいかもしれない。でかいよ。でかいよ。お、でかい。これはいいサイズ。20センチ、ないか。17、8です。これも同じ先ほどのやつ。来ました。これすごい、このワームすごい。何これ、なんていうやつかやの、名前わかりません。タックルビリーでいろんなのが入って220円で売ってたやつの中の一つです。むっちゃこれすごい反応あります。これです、来ました。20センチ、イエーイ。あ、取れてなかった、取れてなかったです。さっきのも取れてなかったから、大きいやつ、ちょっと大きいやつ取って止めたんかな。また釣れました。12、3センチです。リリースします。ありがとうございます。でかい、そうでもないか、まあまあ小さかったです。また来ました。もうガンガン釣れます。なんぼでも釣れます。ありがとうございます。リリースします。でもないか、ちっちゃいか、ちっちゃいな。ミスターポワッサン、12、3センチ、もうちょっとあるかな、15センチぐらいあるか、15センチぐらいあります。ネバルです。ポワッサン、ずっとこのワームです。すぐ来ます。取れませんでした。取れてませんでした。釣れました。15センチぐらい。メバルです。入れ食いです。マッサー、同じサイズ、入れ食いです。リリースします。めっちゃ釣れます、このワーム。何やろな。
何にせるか。おっさーん、お、大きいサイズ15以上あるな。78まではないか。いいですね、ポワッサン。でした。リメバルーズ、これもリリースですね。いっぱい釣れました。足元にシバスがいました。でかいのがいました。でも釣れてもあれ時間が釣れた君じゃないのよ、君じゃないのよ、シーバスがいたのよ、君じゃないのよ。足元にシーバスがいました。12、3センチですね。来ました、足元で来ました。リリースします。おちょちょちょ本日の釣果メバルばっかりでした。18センチぐらいが1匹、あと15センチぐらいが2匹、あとそれ以下の小さいのが多数。メバルばっかりです。メバル以外は釣れませんでした。引けたすごいメバル天国、また来たいと思います。ありがとうございました。さよなら。